はい、皆さんビットコインちょっと見ていきますか、えー、リップルの、ね、ニュース、えー、ちょっと話していきたいと思います、えー、リップルばっかりだね大丈夫ですか <laughs>、えー、米国 SEC リップル訴訟で控訴、えー、合意全声明を提出と、えー、米国 SEC はリップル訴訟でフォーム C を提出したこの申し立ては事件が終わったという過程を否定するものであると、えー、リップルラボは今後数週間以内に独自の申請書を提出する予定ですと。 はいといとうことでねこのねリップル SEC のコースの裁判ですけどこれでね正式に、えー、裁判やるんだということになりました <laughs> はい、えー、ちょっと続き読んでいきますけどこちらだけ紹介しておきましょう SEC はすでにブラッド・ガーリングハウス氏とクリス・ラー選手に対する訴訟を終了していますが、えー、米国 SEC は彼らの個人的なオファーと XRP の提供にも異議を唱える可能性があります。 え最後に市場規制当局はリップルの従業員への XRP の提供にも引用を唱えていますマジか <laughs> ちょっと話戻りますえー、最近の裁判で規制当局が争っていないのは1億2500万ドルの民事罰である この判決のこの側面が全てを複雑にする可能性があることを考えるとこの訴訟がどのように展開するかは不明であると <laughs>、はい、米国証券取引委員会の訴訟控訴が正式に承認されたためリップルは今後数日以内に独自のフォーム C を提出する予定だこのブロックチェーン決済会社は訴訟における SEC の主張に対する交差控訴通知を提出しているため この提出が義務付けられているリップルラボの最高財務責任者シュアート・アルデロティ氏はこの交差コースの本質は執行戦術による規制当局の規制に終止符を打つことだと示唆したすでにこの訴訟がどの今後どのように展開するかについては様々な憶測が飛び交っていてしかしいくつかの予想はリップル社が再び控訴で敗訴する可能性があることを示唆している これは第2巡回裁判所で勝訴率が限られているという前提に基づいているということでね皆さん、はいえー、今日の新しい情報がねあの特にね面白いなと、うん、思ったのがリップルの従業員への XRP の提供についてもね異議を唱え,唱えているって <laughs> 面白いはい。ということでね SEC ね 細かい本当にねということを思います本当あれなんだねリップルが、あのー、リップの裁判終わらす気ないんだねこれねこんなことやってるってことはねやってるっていうか言ってる言い始めてんだからさリップの従業員に対しての XRP の提供に関して、うん、もう考えてるんだってよ <laughs>、はいえー、ビットコイン見ていきましょうはいビットコイン見ていきましょう、えー、どれだけの週足になりますけどいい感じになってきたな面白いとこに来てる今 えー、6万8,000ドルというところでね、うん、水平レベルだねこ,こねうね、ん、はいっていうこと思いますけどこの高値抜いてくるかね近いかもう何日かもう何日もかかんないだろうもしかしたらうんいやーこれ楽しみになってきた本当、ね、まあこっちもあるしこっちもあるしこっちの高値もあるしね,、うん、ねポジションについてはねまああれだねあのまあ証品にもよるけどうん。 えー、これからバブルが来るからさあの、まあ、バブルに乗れるように、うん、気をつけてハメ、ね、外してでかいロットで入ったりしないようにしたりねああのお金をとにかく失わないように気をつけようってことだよねみんな。ねまあバブル本当にね来たらね本当お金がその時なかったらさ、ね、遊ぶお金がなかったらあの。<laughs> fx やるお金がなかったら本当ね切ないと思うっていうかもう腹立つと思うからね, <laughs> ね、はい、だからそこら辺気をつけたいところですねっていうことを思います、うん、まあチャート的にはねあのこの高値をこれからあの抜いてくるんだと思いますけどねこの高値を、うんね、まあすんなりいくかどうかは分かんないよねはいということでちょっといつものチャートに戻しますけどはいビットコインいつものチャートになりますけど、えー、今横軸がね 横軸の値、ね、向きやってる段階です。ね。その上限です、今。ね。はい。ということで、まあ、ここを抜いてもらったら、ね、また一段上に上がれるんだということになります。えー、順調に来てるんだけどね。うん。まあ、一応言うことないかな、別に。ね。はい。ということで、ビットコイン、爆上げしてきてる。うん。言ってくれ、もう上抜いてくれ、すぐに。ここ、ね。<laughs> よく言うとね。はい。ということでね。まあ、一応、この、 オレンジとオレンジの間でね、動いてきてるから、うん、この間で動いていくんじゃないかなって一応思ってます。はい、ということでね、まあ、手短ですけど、ビットコイン以上になりますが、えー、今回の動画は以上になります。えー、SEC がね、ほんと細かいなと思いましたね。<laughs> はい、ということで、今後もねあの、よかったら見ていってください。では、失礼します。